アラゲキクラゲはキクラゲかキクラゲ族に属するキノコの一種。食用になり栽培されている。現在の学名は今後変更される可能性が高い。学名のうち、俗名はラテン語の次回に由来する。種小名は多毛を意味するラテン語のパリトライカスの各変化形。本種の感名は毛耳。日本語ではキクラゲの感名。 キクラゲの熟熟んでキクラゲと読ませるが、木に生える、クラゲのような食感の食材という意味である。耳という漢字に、クラゲの意味はない。地方名には、沖縄本島の耳食い、鹿児島県沖の選ぶ島のミングソ、美大島のミングリ、大分県西臼杵郡のみ、水場などがあり、いずれも自生する荒ゲキクラゲなどを耳と関連づけて、呼んでいる。ベトナム語では、 キクラゲ属のキノコを口語で、猫のキノコを意味する NM メイと呼ぶが、本種を区別して呼ぶときは、毛着耳をベトナム語で音読みした魔王 MCNH という。フィリピンのタガログ語では、タンガングダガと呼ぶが、ネズミの耳を意味する。インドネシア語では本種を、主とする、キクラゲ属全般を、ジャムーアクッピングヒタムと呼ぶ。個実体は柄を描き、逆形ないし腎臓形であるが、 しばしば互いに押し合って、形が歪み、くぼんだ面に、手質層を形成し、背面の一端で樹皮に付着し、計1から7センチメートル、高さ5から1.5センチメートル程度になる。手質層面は不規則なシワを生じることが多く、セ時には帯紫褐色、体積褐色で光沢を表すが、乾くと黒っぽくなり、十分に成熟すれば、おしろいを生じる。肉は薄く、 生児には弾力に富んだ硬いゼラチン質あるいは硬質、乾くと強靭な軟骨質となるが救出すれば、再び原型に戻り、ほぼ無味無臭である。背面には、灰色の荒毛を蜜布し、ビロードのような食感があり、その一部が、やや細い突起となって、宿手の樹皮などにつく。短式は初めは、円筒形であるが、成熟すれば水平に走る核壁によって4室に仕切られ、 ここの小室から一本ずつの小柄を伸ばし、その先端に胞子を形成する。胞子は腎臓形内視創生事情で、無色、平滑、発芽して、直ちに菌子を伸ばすか、あるいは、まず胞子の表面に C の事情に湾曲した細長い二次胞子を形成し、有利した二次胞子が発芽して、菌子を形成する。短式の間劇には、2個の核を含んだ不燃の、 史上菌糸が密に配列し、さらにその隙間は無色のゼラチン質で満たされている。短式が密に並列した史実層と小実体背面の表皮層との間の肉の組織も緩く絡み合った菌糸で構成され、その感激をゼラチン質が埋めているが、その中間には菌糸がより密に絡まり合った厚い層が存在している。史実体背面の毛は、 長さ0 5ミリメートルにも達し、分岐することはなく、無色で鉱壁である。主に初夏から晩秋、様々な紅葉樹の倒木、切り株立ち枯れ木などに群生する。生きた樹木の枝枯れ部などに発生することもある。また、温暖な地域では、幸運に恵まれさえすれば、冬にも発生が見られる。本種の胞子は1個の核を含み、後輩型は2極性であるという。日本。 中国、朝鮮半島からフィリピン大王国、マレーシアなど東南アジアの温帯から熱帯にかけて広く分布する。北米、南米にも産する。一般に温暖な地域に多いとされているが、日本では北海道北部まで分布が確認されている。同族のキクラゲは本州よりも小じったいがやや小さく、その背面の毛も短くて目立たない点や、 小実体の組織内部に存在するメドゥラ層がずっと薄い点で区別されている。北海道から記録された大荒撃クラゲは胞子にしばしば一枚の隔壁を生じ、小実体背面の毛は多数が集合して長い束状をなすことで区別されている。なお、荒撃クラゲに似て全体が淡いクリーム色を呈するものを一品種として扱い、薄撃クラゲはイコブイと呼ぶ。 小笠原諸島産の標本をもとに記載された。北、アメリカにおいては、本種は、オーリクラリアコーニアエロームやオーリクラリアテナウィスファールとの間に、相互年生が認められるとされ、種としての範疇には、今後の検討の余地があるという。近年のキクラゲ及びその仲間の分子系統解析が進んだことを受け、白水高志らが、日本産の、 アラゲキクラゲを分析したところ、すべて A コーニアと同定され、競技の A パリトライカは見つからなかった。A コーニアには小林により、南海キクラゲの名が与えられている。キクラゲ類は、外観が類似した有毒キノコが少なく、食感も良いため、古来から食用菌として利用されている。同族のキクラゲを含め、中華料理や豚骨ラーメンの具としてもお馴染みで、 主に、炒め物、酢の物、刺身、チゲ、ナムル、サツマ揚げの具などに用いられる。精進料理、フチャ料理でも多用され、それから変化した大分県中津市の和菓子巻き蒸しにも使われている。鹿児島県沖の選ぶ島の甘味料理では、生のミングソウ、天ぷらや卵炒めなどにしても食べる。主に乾燥品として流通しているが、近年は、 沖の選ぶブ島産のものなどが生のままでも出荷されている。生のものは乾燥品を水戻ししたものより、より弾力性と歯ごたえに富む。乾燥品は食べる前に自らぬるま湯で戻し、石づき部分を切り落とす。中国、台湾、日本、ベトナムなどで行われている。原木栽培のほか、木粉などを混合して、レンガ状に成形した菌床で栽培される。日本における、 栽培品の主産地である、鹿児島県沖の選ぶ島では、特産の砂糖キビから出るバガスを栄養源にして栽培されている。原木栽培原木伐採は、休眠期に行い、数ヶ月の乾燥の後、チキンを摂取する。栽培における最適時は、クワやニワトコ、アカメガシは、そして夏組や秋組などの組属族の樹木で、続いて、適時はケヤキ、コナラ、サクラ、クルミ、 えのき、ぬじゅで、ポプラ、ハンの木などである。排水良好で直射日光の当たらない酸水管理が可能な林地に防ごむ。発生は、資金を摂取した年の7月下旬頃から始まり、翌年以降は春から降雨の度に発生する。原木一台の発生は3から5年程度継続する。金賞栽培紅葉樹の木粉に栄養剤として小麦のふすま、 砂糖、大豆粉、米ぬか、バガス、さらに pH 調節のために、石膏やカリン酸カルシウムなどを適宜に,に加える。1970年代にライムケーキを使用する研究が行われたが、実用化には至っていない。培地の含水率を65%程度に調整した後、コンテナに均一に充填し、滅菌する。放冷した後、無菌的に主菌を摂取する。 18摂氏23度の温度で約1ヶ月間培養し、培地の全面に十分に菌糸が蔓延し、小実体の元気が発生し始めたら空中湿度の高い雰囲気下に移す。適度な空中湿度が保たれていないと、小実体は正常に展開、発育しない。また、一定の光量がないと着色せず、小実体の発育自体も阻害される。元気形成の開始後、 10日目程度から収穫が可能となる。適正な管理が行われれば1年間に3から6回の収穫ができる。ありがとうございます。